この大会のですね、市長公演してくれというご依頼をいただいたんですが、この大会のテーマが、より良い社会の実現を目指してという大きなテーマになってまして、とてもそれの市長公演なんていうことはお引き受けできないと申し上げて、それで記念公演ということで、ごまかしてあるんですが、記念公演ですから、記念ですから何を言ってもまあ、勘弁していただきたいと思ってです。日本の希少種鳥類、または野生生物、日本のワーミーの野生生物がどのくらい危なくなっているかということをですね、これは関係者の資料なんですが、例えばここは哺乳類、ここは鳥類、ここは淡水汽水の魚類、それからここは異観測植物、植物ですが、黒い部分はもうすでに我々が絶滅させてしまったもの、それから赤いものは非常に危ないという、黄色いものは注意しなきゃいけないぞという、まあ、交通信号みたいなものなんですが、今日私がお話しするのは、こういう日本の生物が大変危ない中でですね、私が専門にしております鳥っていうのが、どのような状態にあるかということをまずお話しします。約700種の我が国の鳥類の 2% は私たちはもう絶滅させてしまいました。どんなものが熱したかということは後から出てまいりますが、 13.1% が危ない、 2.6% が十分危ないで、まあ、まあまあいいというのはないんですが、残りの 82.3% がまあまあということになるわけで、足しますともうなくなってしまったものならしょうがないんですが、 16% ぐらいが希少鳥類ということに鳥ではなっている。で、危ないか一体危なくないかの物差しは何かと言いますと、我々が言うところにしているのは環境省が作ったレッドリストというやつですね。レッドデータブック、それの鳥類編とか魚類編とか哺乳類編とかっていうのを環境省が定期的に出しているわけですが、この中に交通信号の何が赤で、何が黄色で、何が青でということが書かれております。それで、どこが絶滅危惧種かというと、今のここが、まあ、絶滅してしまった、今の円グラフでいうと黒に当たりますね。それからここが危ないと言われた絶滅危惧種と言われるわけです。それはIUCN というところの決めたカテゴリーに従って 1LB とか、まあ、上から下でだんだん上へ行くほど危なくなるんですが、 1LB、1BB、2B と、それであとは準絶滅程度懸念ということになっていて、今日お話しするのはこの部分の話、特に絶滅させてしまった場合にどうなるかというお話をしたいと思うわけです。で、この 1LB とか 1BB とか 2類とかいうのはどういうふうに違うかというとですね、その前に、もう一度世界と比べてみますと、日本の鳥類542種のうちの89種 16% が今の絶滅危惧種になっているということです。これは円グラフと全く同じ結果ですが、で世界で見ますと9721種のうちで1186種、 12% ぐらい、やっぱりどこでも世界的にこのぐらい 10% ちょっとが危ないということになっています。で、この危ないとか危なくないとかという今のやり方ですが、どうやって決めたかというとですね、IUCN 国際自然保護連合の基準にのっとって日本も決めているわけですが、まず絶滅危惧種と言われるものは絶滅寸前、クリティカルですね、これが絶滅寸前 CR です。
それが絶滅危機、それが塩田気圧で EN、それから脆弱、それが VU で、この3つを合わせて、先ほど申し上げているように絶滅その危険を失っているわけですが、どうやってこれをこう、これかこれかこれかをこう分けていくかといいますとですね、基本的にはまず政治部個体数がどのくらいいるかという個体数の少なさで決めていきます。で、CR、 これは 1L に、日本でいうと 1L に当たるわけですが、政治部個体数が50個体未満、それからエンデンジャーズはこれは 1B に当たりますが、250個体未満、それからブルネラボが1000個体未満ということになっていますが、単に数だけで決めるのではなくて、その分布域がどう広がっているかとか、それから生息域がしっかりしているかとか、それから繁殖率がですね、極端に下がっていないかとか、それから遺伝的多様性があるかどうかとか、こういうことを全部管理してですね、でこれを決めろと言われているんですが、建前はそうなってるんですが、遺伝的多様性がどうなってるかなんていうのはほとんどの種類で分かりません。それから繁殖率だって分かりません。生息域っていうのはこれまあ住んでるんだから分かるんですが、この辺に来るともうほとんど分からないっていうのが現実です。ですから何で決めていくかというと、結局はその個体数が多いか少ないかということによって決めていくことになります。鳥では日本ではちょっと後ろの方だから誠に申し訳ないんですが、まず絶滅させてしまったもの、例えばハスルトモリとかですね、ミヤコショウビンとかこんなにいます。だから野生絶滅はトキが入っています。それから 1ACR ですね、この中に今日お話ししようとするコウノトリも入っているんです。ですから絶滅危険種の中のランクの一番その危ないという赤いというところにコウノトリが入っているんだということになるんですが、なんでコウノトリって日本から姿消したんじゃないのという方もいるかもしれないんですが、まれにですね、主なる繁殖期のロシアあたりからまれに飛んでくるやつがいます。ですから絶滅に、トキと同じように絶滅に入らないでですね、コウノトリが 1A に踏みとどまっているわけです。だけど実質はこれからお話ししますが、絶滅させてしまったということになります。それでこんなにも悲しくなるぐらいたくさんの種類が絶滅危惧種と言われる中にリストアップされているわけです。絶滅の原因って何なのかというと、まず第一番は生息環境の減少や悪化によってその絶滅に追いやられているというのは 82%、 それから狩猟や採集によって絶滅危惧になっているというのは 44%、 それから外来種の侵入によってその非常に虐げられて危なくなっているというのが 35%、それからその他、化学物質、農薬とかですね、それから天災なんかによって危なくなったというのが 12%。 で、これらを見ると断然我々人間が生息環境を劣化させて絶滅に追い込んでいるということが非常に多いんだということがこの結果から分かると思います。で、こういうものを保護するにはどうしたらいいか。まず法的規制、それから生息環境の管理、それから卵とかひなとかするのも操作、それから給仕餌をやる、北海道の誕生するみたいな餌をやる、それから対立生物ですね、今言って外来種なんかを含む対立生物、捕食者、競争者、寄生者の管理、それから、最後に導入という野生復帰ということになる。で、今日野生復帰の話をするわけですが、野生復帰というのはもう最後の手段であって、1、2、3、4、5、まとめやり方で本当は人間は
守ってやらなきゃいけないの、どうにもならなくなっちゃった場合に、そのイントロダクション導入ということになろうかと思います。で、絶滅させてしまった場合に、導入というのには3つあります。1つは、再導入といって、昔いたところへ、外から答えを入れてやる。それから、2つ目は保全的導入といって、今まだ細々とも生きているんだけど、それを生きがいで増殖させて、そこへ孵化するように、包丁してやって痩せるんです。これを補正的導入と呼んでいます。それから最後は、これは補強的導入です。どこにいたとか何とかということを構わないでですね、もうどうしようもないんで、どこでも構わないから、まず入れてやろうというのが3番ですが、これはあまり褒められた方法ではなくて、これを行っているところはあまりありません。プロダクション、再導入された、もしくは今準備中の種類に、それではどんなものがあるかというと、ご存じ、トキとかですね、それから、コウノトリ、アホウドリ、ライチョウ、ヤマクイナなんかが挙げられていて、環境省を主に種にして、そういうふうにいろいろ取り組んでいるわけです。で、そのうちで、今日は、黄色で描いた、コウノトリですね、これの、再導入の話をいたしたいと思います。よろしくお願いでしょうか。なのかということをお話しします。立っている大きさが 1.1 メートル。それは羽を広げると 2.2 メートルですから、皆さんが両手を広げたよりももっと大きい鳥です。で、体長が 1.4 メートル。そのものでかいということですね。で、体重と、どうかというと、オスとメスでちょっと違いまして、オスが5キログラムぐらい、それから、メスが4キログラムぐらい、幼稚園の、年中さんぐらいの背丈があることになりますかね。それで、鳴き声ですが、クラッカリングというのをします。キュウキュウとかですね、ギュルギュルとか、親に餌を抜けた時に声が出るんですが、その子供の時を過ぎると声が出なくなる。で、今のあのうるさい音は何かというと、カスタネットの、を鳴らすように上くちばしと下くちばしをカタ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 とこう打ち鳴らして声を出している。ああいうのがのクラッカリングと言います。で、卵は4個から5個見ます。大きさは、ニワトリの卵よりちょっと大きいぐらい、ニワトリの卵と思っていただいて結構です。で、約1ヶ月で動乱すると、その卵が帰ります。で、昔はどこでやっていたかというと、松の木の繁殖していました。それで、巣がここにあるんですが、その周りに広がる、豊岡盆地のこれ写真ですが、その周りの田んぼを採食地として餌を送っています。こういうその鳥でございます。餌はですから水田、主に水田だったわけです。で、その水田は、田んぼがこういうふうにあってですね、水路があって、水路と田んぼの水面というのはほぼ同じになってつながっていた。ですから生物は自由に田んぼの中に行き来してですね、その田んぼの中で餌を再生産していたわけです。これが大事なことですね。今はですね、それでですね、そういう、つるつると呼んでましたが、豊岡では、この鳥のこと、つるぎ茶屋といって、お茶屋を作ってですね、ここでお酒を飲んで、彼らの繁殖をこう眺めてですね、随鳥とも呼ばれて、非常に吉兆、これが出てくると、いいことがある。日露戦争の頃なんかは、これが出てきて勝ったと言って、ここでお酒を飲んでいる。で、今はどうしているかというと、松の木がないですから、
ベンチのようなボールを立てまして、その上、皿のようなものを置いて、この上で繁殖させています。そして、現在の鶴見寺ではないですが、私どもの里小屋の下に、ここにちょうど見えますね。これを上から双眼鏡や望遠鏡で覗くと、こう鶴の中が見える。鶴見寺屋、私は現代の鶴見寺屋と呼んでいますが、これを里公園の20周年記念でですね、その場所へ作ってですね、でここで酒を飲んでやろうと思っているわけですが、来年はこれができます。今もう設計図ができています。で、それではコウノトリは何を食べているか、コウノトリの食べ物図鑑です。まずコウノトリを色を割いてですね、その中に何が入っているかを調べれば一番完全に分かるわけですが、これは死んだコウノトリの食道から出てきたイナゴや土壌です。こういうのがたくさん出てきます。しかし、食性を調べるためにコウノトリを殺すわけにはいきませんので、一生懸命増やしているのを殺して食性調べるって何の意味もないんで、どうなるかというと、実際に食っているのを観察して何を食っているかを見ていこう。これはトノサマガエルをパクリで、ね、これはウシガエルを食おうとしている、かなり大物を食います。これはちっちゃいバッタを、さっき胃の中に入ってますが、バッタをパクリで食っている、ね、これイナゴです。食い気がないですよね。これは先ほどぐらいたくさん食わないとお腹がいっぱいです。これはザリガニです。これはハタネズミですね。ハタネズミ、哺乳類の食べ。これはシマヘビですが、これは非常にヘビ好きです。それからこれは、沖縄の琉球青ヘビというのを食ってるところですが、ヘビはかなりメニューの中に載っています。これはツナです。うまそうです。フィレガニさんですね。これは一部の意外に気持ちそうです。これはナマズですね。これは食います。それからこれはウナギです。かば焼きにしたらかなりたくさんの味が出ると思いますが、ウナギを食っています。で、こういうのだけではなくて、たくさんの魚も食っています。生意気にこれはヒラメを食っているところですが、我々の口にもなかなか入らないようなヒラメを食っています。で、これはですね、沖縄に行ったこの時が、海蛇っていうのは、コブラ科のヘビの仲間の海蛇と魚の海蛇と2つあるんですが、これは魚の方の海蛇を食っている、ね、で、こういうものを食っています。で、これをですね、1月から2月1月から12月までどのものを食っていたかをこうやってしっかり調べて見て丸をつけていくと、ありとあらゆる口に入るものは食べているということが分かります。で、次にどうして絶滅させてしまったか、これはですね、江戸時代の絵ですが、江戸に羅漢寺というお寺があって、そこの上でコウノトリが繁殖しているところですが、これは同じ羅漢寺の同じところにいますから、よっぽどこれは有名な巣であったと思います。背書きする海苔の利益は薬より、頬の見えたる羅漢寺の屋根、こういう石油ができているんですが、江戸のど真ん中にもですね、コウノトリはいたということが古文書やいろいろな産物書やなんかから分かります。で、明治10年頃にはコウノトリは国内のいろいろなところに、北海道から九州まで繁殖していたわけです。で、それがですね、明治の中期になりますと、先ほど申し上げた狩猟を集めて、だんだん少なくなって、ね、この辺がもうなくなっちゃって、この辺の豆まが抜けてきます。で、昭和に入りますと、もう、いたしろになってしまって、で、ここがどこかというと、
兵庫県豊岡市という大学山学会になっている里子園になるところですが、ここに最後まで繁殖をしていたということです。で、昭和46年には完全に繁殖というのは日本からなくなってしまいました。ですから、絶滅ですね、絶滅してしまうということになります。現在でどうなっているかというと、この私どもの里公園で約100羽を飼っています。鳥の中で飼っています。だから全国の動物園などで約100羽飼っています。そして、病で暮らすものが124羽に増えています。で、こうなるまでの話をこれから言い出したいと思います。まず、明治からですね、明治時代にものすごく減ってしまったのを、一生懸命文化、天然記念物にしたりしてですね、守って、一旦増えていったんですね。それが戦争が始まると、ガーッと減りましてですね、1971年に、完全に今言ったように日本からいなくなってしまう。で、最後の一羽は豊岡にいたわけです。で、この絶滅に先立つ6年ぐらい前に豊岡市ではこれではいけないっていうんですね、もう我慢できないっていうんで、病にいたこの鳥を全部捕獲しまして、で、鳥小屋に入れて餌をいっぱいくれてですね、この中で一生懸命子供を作って増やせという人工飼育に踏み切ったんですが、その後ほとんど増えませんでした。増えない理由はですね、1にも2にも私はもう年が行き過ぎてたんだと思います。いくらうまいもの食わしてもらってもですね、私のような40、50の頑張れと言われても頑張れないのと同じように、この鳥もほとんど増えることができなかった。で、ここから上がってますよね。急に上がってます。で、これはどういうことかというと、ロシアから帰ってきたコウノトリが入ってきた。だから、3歳、4歳の元気のいいですね、耳のコウノトリを借りてきて、で、それの繁殖に初めて成功したのがこの年でして、その後、10年、15年ぐらいで飼育のコウノトリが100羽まで増えたということになる。で、100羽まで増えて、そろそろもう外へ出してやってもいいだろうというんで、この2005年に初放鳥をします。で、そして5羽の放鳥を山に出してやるわけですね。で、それでその後今日に来ているわけですが、その絶滅してしまった原因というのは大きく分けて4つありまして、一つは再三申し上げている明治初期の狩猟、これで全国から消失していた。で、第二次世界大戦の時の燃料資源にした松の伐採で、これ松切られて素晴らしくなくなってしまった。3番目が戦後農薬による汚染、最後のコウノトリが死んだ時にですね、学者がそれを解剖して分析したところ、水銀、重度の水銀が体から出てきました。ですから一番最後にとどめを刺したのは農薬ということになる。で、それより大きなのは1971年野生絶滅した時ですね。この時に遺伝的に4ハプロタイプがあったのは、1961年にはなんと一つのハプロタイプになって、年を取ったということを先ほど申し上げましたが、年齢が来ただけではなくて、遺伝的多様性がものすごく下がってきちゃったということが絶滅の主な原因であっただろうと考えられています。日本生まれのコウノトリには、今お見せしたように全てのコウノトリに足輪がついているということですね。で、特定のものには GPS の発信機もついていますが、ともかくヒナも親もほとんど全てに足輪がついているわけですから、どこへ行っても誰であるかということが分かります。
예, 조건 얼마 되고요? 나를 난 사이 되었어. 세미스 왔는데, 이거든, 이만 해놔, 그것보다 와가라. 네, それ を 抑えた上でですね、次のセクションへ参ります。 5年に7羽の鳥をですね、家庭と秋篠宮と菊様ドライビングのもとに話したんですが、それが年を追って昨年2017年には127羽に増えました、子供が。 今年は、2018年は今年なんですが、全体の数が130数羽に増えています。で、ヒラサギがですね、47都道府県、すべて、北海道から沖縄まで、すべて飛んでいっています。で、これは、その姿、若者、主に若者が、 自分の生息地を求めて飛んでいくわけですが、まあ、阪神に行ったりですね、諏訪で行ったりするわけですが、最後の最後まで行かなかったのが秋田県でした。で、秋田県は非常に気の毒だったんですが、秋田には秋田先駆け新報という新聞社がありまして、その新聞社がコラムでですね、秋田の橋であると。 いや、その間には何やってんだと、もうちょっとしっかり気合い入れて見つけないと、秋田だけが白になっちゃうぞっていう新聞を出した3日目にですね、みんなが本気になって探したせいでしょうか、その足輪のついたのが秋田で見つかって、47都道府県全てが行ったということになったんです。ただし、これは繰り返しますが、1羽で行ってるのもそうです。で、 いかがどうかっていうのは、この時はとても申し訳ないですね。しかし、先ほど言った足輪の組み合わせを写真できちんと撮って、それでうちへ知らせてくれたのが、いたという登録になりますから、この時が、いたっていうのは、人足だって、それのいたかもしれません。夜中に飛んでたかもしれないし。ともかく、その足輪の確認できたものが、で、北海道全体行ってるわけじゃなくて、行っていいんだって北海道が乗り潰したい。 で、そういう、これが、ずれる。で、次に、ですから、ここは長野県なので、長野に一覧だ新聞記事を入れると、松本へ物取りにやってきたとかですね、浅野が来たとか、こういうのはなぜわかるかというと、繰り返しになりますが、すべて足輪がついているから、どこから来たというのがわかるわけです。で、なんでこんなに、その、たくさん、 豊岡発信のですね、この時がやってきています。この辺りをご覧になった方、いらっしゃいますでしょうか、この中に。あ、いらっしゃる。お一人いらっしゃいますね。どこで？豊岡。あ、豊岡で見られる。それは絶対見れます。地元で見られた方、いらっしゃいます。 というわけで、その繁殖地を探してですね、生息地を探して、主に若鳥が分散していきますので、これからはちょっと気をつけてですね、飛んでくるかどうかをご覧ください。で、次にですね、3つ目のトピックはですね、ではなくて、ここはその、田島と呼ばれている、我々の、この鳥、野生復帰しているところですね。 そこで、繁殖したのには、須藤ですが、これは、赤い印をつけてあります。赤い印をつけて。それから、青い印が、徳島県鳴門市、それから、京都府京丹後市、それから、福井県越前市、それから、島根県雲南市、この4カ所に、 青い印がついていますが、これはそのどういう場所かというとですね、一人で、まあ、単身赴任しただけではなくて、養蚕をもらってそこで所帯を持ったという場所が、その豊岡以外、田島以外に4箇所できてきたということでございます。
ですから先ほどのレッドリストのですね、その危ないか危なくないかを決めていくときに、その分岐器、繁殖地がその1箇所かどうかということが条件に入ってましたよね。ですからそれが1箇所ではなかなか気象庁から脱却できないんですが、繁殖地が広がっていくということは、その気象庁にちょっとランクを下げていく条件にもなっている。この青い点が日本全国、ちょっとたくさん出来た時に野生復帰は成功したということになります。まだ個体数が100を超えたっていうだけでは、野生復帰がうまくいったとは言えないわけですね。で、今日これからお話しすることはですね、いよいよここから不明にですが、ここに島根県雲南市に青い丸がついていますね。 この島根県雲南市は青い丸が付くまで一体どんな歴史があったのかということをこれからお話しします。青い丸ではありません。豊川丸ではなくて、福井県の越前市生まれです。さあ、その元気君の場合ですが、今年私は元気君の物語という 小中学生向きの野生付近がする本を上司しました。で、これの内容に沿ってこれからお話をしていきたいと思います。元気君は福井県生まれだと言いますが、福井県というのは豊岡市と並んで最後までコウノトリが繁殖していた場所です。ですから福井の人たちは 他のところとは違って豊岡の人と同じぐらいコウノトリに対する思い入れがあった、そういう土地でございます。で、その福井県に 1970年 豊岡市で絶滅する1年前ですね、大陸から1羽のメスのコウノトリがやってきました。で、非常に日本中は驚いたわけですね。コウノトリが絶滅しているのに1羽のコウノトリが来たっていうので喜びに沸いたわけです。 ところがですね、不幸なことに、ここ見てください。トラガサミという漁具によってですね、下くちばしを折られてしまったんですね。で、このことによってどういうことになるかというと、これ餌食えませんので、日に日に痩せ細っていったわけです。で、この、 コウノトリをどうしたらいいかというのを地元の人たちが非常に悩んだ末に、当時コウノトリの飼育施設があった兵庫県豊岡市の我々の飼育場へ、じゃあ預けようと。そしてそこでその餌をやって助けてもらおうということをお考えになったんですね。それで豊岡市に運ばれていきました。 その時のことが、その時のことをですね、書いてある、この写真の説明ですが、コウノトリの里公園へ移送されたメスのコウノトリは、竹生と名付けられました。竹生というのは、旧竹生市で、今の越前市です。その竹生にちなんで竹生と名付けられました。そして、飼育下で、 34年間生き続け、2005年にその生涯を閉じました。その間に1羽の子供を産み、現在までに11羽の孫を残しています。この竹生が福井県と、要するに兵庫県を取り持つ絆になってですね、非常に福井県とは 縁起があったわけですね。で、そこで福井県は何を考えたかというと、豊岡と同じように、コウノトリを飼ってですね、そしてそこから子供を産ませて、そして福井の空に返そうという計画を福井県がされたわけです。で、そのために、竹生、旧竹生市、越前市にですね、こういう鳥、コウノトリ小屋を作りまして、 そしてここで飼うことにしたわけです。これは福井県と越前市の共同の事業です。しかし
飼うといってもコウノトリはいませんから、佐渡公園からですね、つがいを貸してくれという依頼があったわけですね。で、まあ、これはこういうところで生きるかどうか知らないけど、福井県知事が、西川さんなんですが、兵庫県知事が井戸さん、両方総務省出てですね、仲がいいらしくて、酒飲んだ時にですね、じゃあうちのコウノトリを貸してやるよ、佐渡公園に何も相談もなしにですね、でも酒の席で決めちゃったみたいで、非常にこっちはあと迷惑したんですが、ともかくそういうその一冊があってですね、ふっくんとさっちゃんと名付けられた今のコウノトリを一応お貸ししました。福井県をお貸ししました。で、みんなはこれの子供を産んでくれることを期待したんですが、我々貸した我々も期待したし、福井県の人ももっと期待したわけですが、残念ながら1年目は卵も産まなかった。で、これは大変なことになった。せっかく貸したのが卵を産まないんだ、佐渡公園の免許も生まれてくれるしね、どうしようかということになります。で、それどころかですね、翌年もしも産んだとしてもですね、無精卵だったらどうしよう、無精卵だと子供は帰らないわけですから、無精卵だったらどうしよう、そこまで考えました。で、そしてもしも産んで、それが運悪く無精卵であったらば、佐渡公園から有精卵を運ぼうと、そしてその無精卵とすり替えてですね、でそしてその子供を産ませようという作戦を取りました。で、翌年、奥にいるのはふっくんですが、ご覧も産みました。ご覧も産みました、ね、ご覧も産んだんですけど、それをこういう絢爛といってですね、有精卵かどうかを調べる、まあ、調べるって大げさなこと言ってますね、光を当てるだけですが、光を当てて透過させるとですね、もし有精卵だとこういうふうに血管が出てまいります。で、無精卵だと血管は出ないし、もう少し成長すると卵全体が真っ黒になっちゃってですね、何も見えない状態になります。で、それでこう検断したんですが、やはり無精卵でした。で、その知らせがすぐに来て、それでうちのですね、優秀な AR ペアというペアが、 AR ペアというのは3つ卵を産んで、でそれを検断したら有精卵でした。で、さっちゃんふっくんが無精卵ですから、そこへですね、運ぶわけですね。ほら、大変です。冷やさないで運ぶわけです。こういうクランキー、携帯用のクランキーというのがあって、バッテリーで温度が一定になります。で、これで37度に保ちながら、この200キロを車で運んでですね、そしてふっくん、さっちゃんをちょっとどかして、その間に3つ卵を入れて、この無精卵を取り上げる。で、まあ、鳥っていうのはバカっちゃバカで、いくら変えられても分かりませんから、過去なんかはそれで人の子供を育てるわけですが、こういうのをタクランと言っていますが、タクランによって、有精卵をやることができます。で、その結果、帰ったのが元気。ですから、ふっくんさっちゃんは産んだわけじゃない、育ての親です。産んだのは、生みの親は AR ペアが産んで、育ての親がふっくんさっちゃんになる。この生まれた日の様子をこの本ではこのように書いて、2014年6月14日これが後に元気君と呼ばれるようになるコウノトリが誕生した日です。同じ14日には弟のユウキ君、そして16日には妹のユメちゃんも誕生しました。ユメちゃんはまだ卵なんですね。で、左のちっちゃいぐちゃっとしてるのがユウキ君。元気君はこの時から元気が花でよかったということになります。それで、ここでめでたく帰るんですが、それをふっくんとさっちゃんによって、巣の中ですくすくと餌をもらう。
って大きくなっていきます。今立ち上がっているのが元気分です。でこれを福井県は野に返したいわけですが、このひなたちは飛んだこともないですね。広いところで飛んだことがないっていうのは、病のひなだって飛んだことがないわけでいいんですが、飛んだことのない状態で1年ぐらい飼っているとですね、筋肉が萎縮して飛べなくなります。ですからこのまま野に放せないんですね。だから何をさせるかというと、練習させなきゃいけない。飛ぶ練習をさせなきゃいけないし、餌を食う練習をさせなきゃいけない。その大きな施設は国の中で里子園しかないわけです。でまた、その元気君が車に乗せられて生まれたですね、AR ペアが産んだ里子園200キロ里帰りをしてきてですね、でそこでその飛翔訓練をします。で里子園というのは、東京ドーム23個分の広さがありまして、我々はこの管理研究棟というところに常に普通はいるわけですが、検疫棟というのがあります。それからこっからこっちが開放ゾーンといって、開放エリアといって、皆さんがおいでいただいたら自由に見れる地域です。でその中に自然観察棟とかもこうあるわけですが、ここから奥を非公開経費といって、非公開エリアといって、ここで育てたりですね、磨いた練習をさせたりする、その一般には公開しない地域になっています。でここへ運ばれてきて、まず入るのが検疫棟です。でここへ入れるのは大麦病とかですね、いろんな病気を持っていると、うちはたくさん他のコロナで飼ってますから、それに蔓延するんで、要するに検疫の病院みたいなところですね。ここが元気君とゆめちゃん、ゆうき君は福井県へとどまりました。で2番がやってきます。でこの検疫棟で2ヶ月ぐらい、その非常に狭い中で検査をして、で病気がないということが分かったんで、次にこういう飛翔訓練ができる大きなケージ、飛び回れるケージに移します。これは移された元気君とゆめちゃんが白いところに来て喜んでジャンプをしているんですね。でこの中を飛び回ります。でそしてこの施設の中には川上がりを作ってあってですね、そこに魚をたくさん流してあって、その魚を取る練習をしたり、十分な訓練をここでするわけです。で、十分訓練ができると、その夏にですね、福井県に返して、で福井県では何をやったかというと、背中に GPS の発信機を乗っけて、人工衛星太陽の発信機、どこに、世界中どこにいても分かります。でそういうふうにして、いよいよ放たれる日を福井県で待ったわけです。でこの写真は、いよいよ晴れの放鳥式の元気君の、これが箱で、こちらはゆめちゃんの箱ですが、実はゆめちゃんの方が先に飛び出してですね、ここから飛び出してこっちへ来て、元気君がこっちへ飛んでクロスしてるんです。ですから元気君がこれではございません。元気君はこっちです。で、このようにですね、何日だったですかね、秋でした、2015年10月3日、この2羽は福井県の越前市を箱を開けられて飛び出します。でその後のですね、元気君の足取りの全行程がこの図です。ここが福井です。ここが豊岡です。で福井で、放たれた元気君は、すぐ東北へ行って関東へ帰ってきて、この東北、特に2ヶ月ぐらい長くいたのは美郷町という、宮城県の美郷町という非常に長くいたんですが、ここにいて、そして翌年南下してきましてですね、どんどん南下して長崎県、ここがどんどんあれで、これで終わりかと思ったらですね、なんとここから韓国へ渡りました。そして韓国の中を
ちょっと動き回って、何を思ったか、38歳の頃で、北朝鮮へ行ってしまって、で、彼はきっと、はっと気がついたんでしょうね、ここはいるところではないか、それで、すぐに U ターンしまして、また韓国に戻って、満2歳を迎えます。韓国にいる間に満2歳に、そして、再び日本へ帰ってきて、不思議なことで、またその最初に行ったところに行ってますね。それで戻ってきてですね、そして里公園に挨拶に行きました。で、その後飛んでいって、先ほど行った島根県雲南市に住み着くわけです。住み着くんだ。それは今言った話を美里町というところでは、町の広報誌にですね、幸せの鳥、赤ちゃんを運ぶ鳥がやってきたっていうんで、町で広報の人が元気君の写真を撮って、その町の人に知らせたりしていました。で、これは、韓国の干拓町です。こういうところが、韓国に元気君が初めて行ったんじゃなくて、メスのコウノトリが韓国に行っていました。で、このメスのコウノトリは、ポンファ村というところへ飛んで行って、そこの村の人に非常に愛されてですね、ポンファ村の娘さんという愛称で、ポンスリーというのが、韓国語でポンファ村の娘さんという意味だそうですが、ポンスリーという名前を付けられたメスがいたんです。しかし、元気君とは出会うことはありませんでした。このポンスリーよく覚えておいてください。後から、この写真はですね、ここに GPS の発信機のアンテナが出てますね。拾って歩いてますが、これは里公園へ戻ってきてですね、挨拶を、仲間に挨拶をしてですね、今帰ったぞというようなことを言っているのかもしれませんが、でも里公園に1週間ぐらい挨拶に寄って、そしてそのまんま島根県の方に飛んでいったわけです。これは入り川です。入り川を降りた元気君です。これは非常に秋の立ち姿ですが、紅葉の中で佇んでいる元気君です。で、それで元気君が飛んできたのは島根県雲南市大東町という町です。ここを汽車が通っています。どこですか？これは線路、これは川です。赤川という川ですが、これは西日本の出雲線というローカル線になると、で、赤いレンガの道がある非常にのどかな場所ですが、この町へ元気君がやってきます。そしてその村のある一本の電柱の上に立ってカタ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 とやるわけですね。そこのところをこの本でこう書きました。ここは元気君はここが気に入ったようです。11月の青い空を元気君はくるりくるりと飛び回りました。そして大東町が見渡せそうな山際の集落へ向かって徐々に高度を下ろしました。そしてその集落の中に立つ一本の電柱の上に止まったのです。よし、ここで暮らすぞ。元気君はいつの間にかくちばしを天高く釣り上げてクラッタリングをしていました。カタカタカタ、ここは僕の縄張りだと、元気君がここで暮らす決心をしたのです。2015年10月3日に福井県を飛び立ってから405日目、総飛行距離が1万 2000km 以上に及んだ大冒険旅行の終わった日でした。そしてこの飛行距離はなんと日本列島をぐるっと一周する距離に相当したんです。
ですから1万2000キロメートル研究がその放送されてからその大冒険を捨て歩いて最後にこの大道場に住み着いたということになります。でそこへやってきたのが豊川生まれの奈々ちゃんというメスでした。でこれ なぜ奈々ちゃんかっていうとその番号がついていてですね、一番その番号の主人が74だったんですね。それでそこの小学校、近くの小学校の子供たちが74じゃない74ですね、74って言うんですかね、77だったんですよ。77ですよ。奈々ちゃんですね。でこの奈々ちゃんに元気君が一目惚れしてしまってですね、そしてその奈々ちゃんに盛んに言い寄ってくるんです。奈々ちゃんというのはこれが先ほどの豊岡の須藤の位置です。あの須藤がたくさんありましたね。でこの須藤の中のこの豊島須藤という須藤でこの巣立ったそのメスです。でそのメスが5歳になってですね、やはり元気君と同じようにあちこちさまよってきて大道場でたまたま元気君と一緒になったということになります。だからさっきのポンスリという鳥です。あれはここの伊豆須藤というところで巣立った子なのです。でもどこでいつ巣立ったかが全部その足場によって分かるんですね。でさてこれはその豊島の奈々ちゃんの実家の須藤の風景です。でこの須藤からその巣立った仲良くつないになる。でそして悠然と大東町の上を舞う奈々ちゃんと元気君のでこれは奈々ちゃんですが、今度は須藤がないですから行った先には須藤を用意してありませんから、どこで巣を作っちゃったかというと中国電力の、管轄の電柱の上に巣を作りました。でここで卵を産んでですね育てるんですが、なんとですね、奈々ちゃんがここで誤射されてしまいます。でそれはその頃大東町ではサギが非常に増えています。雲害があったり騒音害があったり魚を食って、ね、水田に、ね、その来て踏み荒らして困る。これ本当かどうか知りません。どの程度の害があるのかどうか知りませんが、要するに島の県庁がそれを許可して詐欺の駆除をやる。詐欺を打つことだけでももう大悪なのにですね、特別天然記念物なんてとんでもない話で、それで詐欺と間違えて奈々ちゃん撃たれちゃうんです、で元気君はそこで一人になってしまって、一人で頑張って龍馬の雛を育て続けます。しかしこの鳥が一羽、これは元気君ですが、残った元気君ですが、一羽でその龍馬の雛を育てるというのは大変なことです。で非常に悩みました。一旦のみ野生復帰したものが人間の手を加えることは良くないという意見もありますし、誤射なんていうのは全く人間の責任なんであるから、ここは助けてやらなきゃいけないという意見もありますし、どちらにしてもこれはうちが決めることじゃないんです。一旦剥がしてしまうと、それは野生のものですから、それで行った先がその責任を持つことになります。この場合でいうと島根県雲南市が責任を持つ。ですから雲南市は一生懸命話し合ってですね、どうしたらいいかどうかを話し合いました。そして苦渋の決断で里公園に救ってくれという要請が来ました、これがその元気君と奈々さん作った巣ですね、ここ。それでこれをやっぱりひなを下ろすにはですね、こういう高所作業所がいい。でこれをどこが出してくれたと思いますか。この高所作業所、中国電力が出してくれました。で中国電力が元気君の子供たちを救うために出してくれました。でそしてここへそのうちのさっきビデオに出てきた船越君がですね、登って今
그냥 전자세를 듣고 있습니다. 電気の 送電をストップしました。 これは非常に近所危ないし、 そうするとさっき狐線が走ってましたよね。 あれの踏切のカンカンカンが止まります。 そこで JR 西日本は列車を止めてですね、そして代替輸送のバスを出しました。だからある地域の人たちが本当に知恵を絞ってできる限りのことをして、 元気を出して、救ったわけですね。で、これを自動車で里公園に運んできました。これが運んできた時の元気君の子供たちです。で、この元気君の子供たちはですね、里公園で預かって、そしてある奥様に育てて、巣立つ頃になったら雲南市へ返して、そして雲南市からもう一度校長してもらうというふうに 協力してるわけです。で、これはさっきの船越ですが、落とした時にですね、人間のところ寄ってくるようになる。で、そうならないためにどうするかというと、コスチュームシーフといって、白いのすっぽり着てですね、そして右手にパペット、操り人形のコウノトリの格好をしたものを作って、 で、この先に土壌へは砂をやってですね、カタカタカタってやって、それから土壌をつまんでやるというようにします。そうすると避難たちはどうなるんでしょう。こうなります。カタ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 手に持ったパペットを鳴らしながら 避難の部屋に入りました。人間の言葉にすれば、ただいま、今からすぐご飯にするからねということでしょう。ヒナはどんな反応したでしょうか。キューキューキュー、ギュルル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 ル
つきながらキューキューキューと可愛い声を上げて餌を狙います。でこうしてそのこのヒナは少しずつ大きくなっていきます。で、そろそろ大きくなった時に先ほどのヒナの写真を見るとオスとメスか分かりませんよね。でそこでヒナから羽をちょっと取ります。でその羽から距離鑑定するとオスかメスかというのが分かります。でこの結果を雲南市にメスが1羽とオスが3羽でしたよということを知らせてありました。そうすると雲南市では市の市に公募してですね、名前を公募して市民から名前をもらって、オスにメスの名前をつけるのは良くないですから、そういう情報を先に差し上げておくと非常にいい名前になる。結果的についたのがオスはベンちゃん、メスはヒメちゃん、ウララ君、ハルキという名前がつけられました。でそして雲南市長のハヤムさんがそのヒナが大きくなってるのを里帰りに来られて、そしてだいぶ大きくなったからそろそろ野生返しましょうねというご相談を申し上げました。でこれがその放鳥した場所です。ここが赤間、これのこっち側ですね、先ほどの巣になった、だから巣になった近くで電線に引っかからないように、それから周りの水田もですね、十分農薬のない天然のいい水田があるところを選んで返したわけです。でこれは返したんです。その先ほど奈々ちゃんの名前を付けてくれた小学生が見守る中で今飛んでいるのは姫ちゃん。でこうして4羽とも見事に野生海に入ったんです。でそのことをこれはどこですか、朝日のその後を追っかけてそのレビューを俺に寄せて追っかけてるのは元ちゃん。でこういうふうに育ったのは元気になった。それである時この A が
元気、川で、元気と子供たちが再会しました。なんか分かってるような話ですね。しかし本当の話です。A、B がうらら、それから C が姫、ここに玄ちゃんがいませんね。で、玄ちゃんはどうしたのって聞いたら、玄ちゃんと途中で半売れた。そういうことなんですが、実は鳥取県と島根県の間で玄ちゃんが死体になって水路から上がりました。で、その玄ちゃんのお腹の中を解剖すると、中から発泡ボンベ、あれあれ、これがギュッと詰まってですね、胃がポンプになって食べても通らない、野生そのになってほとんど体重がない状態で玄ちゃんは今玄ちゃんは今島根県の鳥取県の博物館に学生になって飾られている玄ちゃんが死んでいます。なんとドラマチックな話です。こういう人物がよく食べる、誰と一緒になったと思います。もうその意味でおっしゃってますが、本当にですね、自分より一足先に韓国行って本当にが帰ってきていて、次は本当にと再婚しました。で、これは家の中を優雅に回る本当にです。で、下は本当に腕を引きますが、無事マウンティングを組んで、そして今年の話ですが、卵を産んで今年こそは自分たちの手で子供を育てています。で、これはその温泉とですね、元気君が大統領までを舞う日記で舞う姿ですが、これがこの本のラストシーンになりますが、ラストシーンを読み上げます。ちょっと島根弁が入ります。あ、飛んだまま、この鳥が飛んじょる。本当だが、飛んじょる飛んじょる。お父さん見て見て。いや、曲げなねえ曲げなねえというのは見事なものだという方言、見事なものだ。この鳥は飛んじょる姿が一番だけ。みんなの頭上を元気くんはくるりくるりと回りました。白と黒の翼をきんと張り、首をまっすぐに伸ばして飛びました。元気くんが生まれてからですね、非常に波乱万丈の旅をして、そしてお父さんになるんです、お話でございます。で、今年のこれも元気くんの巣ですが、元気くんの巣の木が4番こんなに立派にするのが伝わってました。で、これはどういう時だったかというと、足輪をつけに参ります。高所山陽所に登って足輪をつけるんですが、その時に撮ってきた写真、大東町のこういうところで元気に伝わってました。で、そして今は、ね、山陰中央新聞では、これが元気なんですが、それが自分の子供4は無事に巣立って近所の水田で採食する姿が報じられています。一方ですね、こういうことをこういう人たち人間にとっても暮らしやすいものではないでしょうか。